作、絵、田中博美、田中町、万太郎の幸せの種。昔々のお話です。今の越前市にあたる自然豊かなところで、万太郎というとても真面目で優しい男の子が母親の菊と一緒に仲良く暮らしていました。母親は病気がちなので、万太郎は畑仕事や家の手伝いをよくしていました。今日も山で採れたキノコや畑で採れた新鮮な野菜を売りに町に行きます。ほな行ってきます。気をつけての、行ってらっしゃい。町へ向かう途中にあるお地蔵様に万太郎はいつものように手を合わせてお辞儀をしました。そして歩きかけた途端に何か落ちているのに気がつきました。万太郎はそれを拾って町に向かいました。しばらく行くと杖をついたおじいさんが何かを探しているようなとても困った様子でうろうろしているのです。弱ったのう、大事な包みを失ってもた。あんちゃん見んかったけの。おじいさん、もしかしたらこれですか。そこのお地蔵さんのそばに落ちていたんです。おお、大きいの。ほやほや、ああ助かったわの。おじいさんは胸をなで下ろしました。そして万太郎にこう言いました。あんちゃんに教えてあげるでの。これはうまいもんができる種なんや。先祖代々伝わるお宝なんやけどの、裏はどうやってしたらいいかわからんままにこうやって大事に取っといたんやけどの、これもなんかの縁や。少し分けてあげるわ。おじいさんはそのお宝を万太郎の手の中に一つかみそっと渡してくれました。ほなの。そうしておじいさんは弾むような足取りで急いでどこかに行ってしまいました。万太郎は手の中におじいさんのくれたお宝の種をぎゅっと握りしめて家に帰る途中、石につまずいてすってんと転んでしまいました。その拍子に風がビューンと吹いて持っていたお宝の種を田んぼ一帯にまき散らかしてしまったのです。万太郎はワクワクしていた気持ちも一瞬にして消えてしまい、残念で悔しい思いでいっぱいになりました。膝からは血がにじんできました。家で待っていた母親の菊に万太郎は今日の出来事を話しました。あんたいいことしたのね。おじいさんが喜ぶことをしてあげて大きにって言ってもらいたいんすの。気持ちが嬉しいのに。いいことしたんよ。偉かったの。そう言って万太郎を慰めました。その晩ゴーゴーと風が吹き、雨がザーザー降ってきました。なんかおとろしいな。万太郎は少し怖くなりましたが、疲れていたのでいつの間にか寝てしまいました。次の朝、スズメがチュンチュンとさえずる声で目を覚ました万太郎はあまりに外が明るいのでびっくりしました。そしてとても爽やかで何ともいい香りが漂ってきたのです。窓を開けてみると外は一面真っ白なきれいな花畑になっていました。なんてことやの、えってもにきれいや。かすなもんや。菊は
驚きながらも拝むように手を合わせて言いました。いやー、信じられんわ。なんて綺麗な花やろうか。ほんでひって優しい匂いがする。外に出て万太郎は夢でないことを確かめました。その花はお日様の光を浴びてとてもみずみずしく輝いて見えました。万太郎はその日一日うれしくて、何をしていても気持ちが晴れて、やる気も元気も出ました。そのまた明くる日、ワクワクしながら朝いつもの時間に起きた万太郎は、外に出てみると白かった花が枯れて、茶色いような黒いような実が実っているではありませんか。ああ、もしかしたらこの間おじいさんがくれたお宝の種ってこのことやったんやろか。万太郎は胸がドキドキしてきました。ああ、なんだこっちゃ、はてどうやったらうまくこの実を食べられるんやろか。うまいもんができるって言ってたんやけどな。おかゆのようにとろとろに炊いてみようか、潰して団子にしようか、空入りして煎じて飲もうか。石臼で引いて粉にしたらどうやろか。この硬い皮にも栄養があるんでないやろか。ほやの、いっぺんやってみるわ。ゴロゴロゴリゴリゴロプチゴロプチゴロプチ、なんとも癒されるような心地よい音がしてきます。そして輝くようなきれいな粉が出来上がりました。万太郎は山から汲んできたきれいな水を使ってこの粉に混ぜながらこねていきました。独特の粘りがあって、またとても香ばしい香りがしています。そして平たく伸ばして包丁で細く切り、それをさっと湯がいて食べてみました。母ちゃん、食べてみね。キクは万太郎が作ったものをつるっと一口で食べました。噛めば噛むほど甘みが出てくるの。今までに食べたことない味や。へってもに優しくて香ばしくて、鼻からいい香りが抜けていくような、これは元気が出るわ。食欲がなかった母親もみるみる顔色が良くなり、力も湧いてきて、畑仕事までできる体力もついてきました。立派に育った大根を見て万太郎は、これや、大根おろしをだしに混ぜて食べるとどうやろか。うまい、うまいわ。こんなにうまいもん、村のみんなにも食べてもらって、みんなを笑顔に、そして元気になってもらいたい。万太郎はそれから一生懸命畑を耕し、苦労しながら実がたくさんつくように花を育てました。そしていい年頃になり、お花という名前の可愛らしいお嫁さんが来てくれました。お花もよく働いて、気立てもよく、万太郎の強い思いをよく理解して、そばに寄り添い支えてくれました。来る日も来る日も万太郎はお花と一緒においしいものを作ることに精を出して、いよいよお店を出せるまでになりました。弱った、この食べ物の名前がなかなか思いつかんのや。どうしましょうね。なあお花さん、裏のそばにずっとついてくれて大きいの。本当にお花さんがいな、ここまでできんかったしの。わてかって、あ
あんたのそばにいなできんことばかりや。あんたのそばにいるのが本当に楽しいや。ああ、それや、そばや、そばにしよさ。ほやの、ほうしよさ。こうして村の人たちにそばを振る舞い始めたのです。村の人たちは笑顔になり、うまいわのーとそばを味わって元気に働いてきました。うまいわー、おいそば、おかわり、もう一杯、あよ、まいどん、おおきに。あのおじいさん、どこかで見たよ。こうして越前おろしそばは今でも越前市のソウルフードとして根付き、作り手の熱意により進化しながら食べ継がれています。自然の恵みである土や水の性質、気候を生かしたそば作りは越前市の伝統であり、これからも受け継がれていくことを願って、おしまい。